はい。三福祉司会合格チャンネルです。講師の通ちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士司会合格講座の、えー、2020年試験過去問の12となります。権利用語と青年貢献制度の単元から、えー、問題が77から83の7問を取り上げております。 えー、過去問解説すべての選択肢においてやっておりますので、えー、ぜひぜひ何度も見て聞いて覚えてください。聞き流しでも結構ですのでね、えー、聞いてくださいね。それでは行きましょう、えー。問題の77からです。えー、次のうち青年貢献開始審判の申し立てにおいて、申し立て権者に含まれないものとして正しいものを一つ選びなさい。一、えー、1番、本人の孫の配偶者。2番、 本人のおば。ん本人の甥、い。四番、本人の子。五番、本人のいとこの配偶者。はい、正しいものはどれでしょう。はい、正解は五となります。えー、申し申立て賢者に含まれないものですね。はい、正解は五です。はい、それでは一つ一つ解説いきたいと思います。え一、ー、番の本人の孫の配偶者ですが、えー、これバツとなります。 えー、本人の孫の配偶者は二神道の姻族にあたるので、申し立て賢者ですね、えー。2番です。本人のおばですが、はい、これも罰ですね、えー。本人のおばは三神道の血族にあたるので、えー、申し立て賢者ですね。えー、3番の本人の甥いですが、これも罰となります。えー、本人の甥いは三神道の血族にあたるので、申し立て賢者であるということですね。 えー、4番です、えー。本人の子ですが、はい、これもちろん罰ですね、えー。本人の子は一神道の血族にあたるので、えー、申し立て賢者ですよね。えー、5番ですが、えー、本人のいとこの配偶者は、まあ、丸ですね。あのー、まあえー、申し立て賢者ではないということですね。えー、本人のいとこの配偶者は四神道の姻族。 に当たるので、もう一つ賢者には含まれません。はい、この辺ですね、基本ですのでね、この問題絶対落とさないようにしてください。えー、問題の78です。事例を読んで、次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。えー、事例を読んでいきます。えー、A さんは判断能力が低下している状況で、販売業者の勇者に騙され、 50万円の価値しかない商品を勇者から100万円で購入する旨の売買契約書に署名捺印した。勇者は A さんに代金100万円の支払いを請求しているという事例です。えー、それでは、えー、選択肢いきたいと思います。1番。A さんにおいてその商品と同じ価値の商品をもう一つ引き渡すよう請求する余地はない。2番。 A さんにおいて消費者契約法上 A さんの誤認を理由とする売買契約の取り消しをする余地はない。3番 A さんにおいて商品が引き渡されるまでは代金の支払いを拒む余地はない。4番 A さんにおいて勇者の詐欺を理由とする売買契約の取り消しをする余地はない。5番 A さんにおいて契約当時 意思能力を有しなかったとして、売買契約の無効を主張する余地はない。はい、正しいものを一つです。どれでしょうか。はい、正解は1となります。はい、それでは一つ一つ解説いきたいと思います。一1の選択肢から。A さんにおいて、その商品と同じ価値の商品をもう一つ引き渡すよう請求する余地はないですが、はい、これ、丸となります。 えー、事例に判断能力が低下している状況で騙されて契約したと明記されており、えー、消費者保護の観点から契約の取り消し、無効を検討することが最善であるため、その商品と同じ価値の商品をもう一つ引き渡すよう請求する余地はないということですね。まあ、あの、そもそもですね、えーまあ、消費者保護の観点から契約の取り消しであったり、無効を検討することができるんで、 えー、同じ用品もう一個引き渡すよというようなことは、まあ、ああ、しなくてもいいよというか、そういうことの前にすることあるでしょうっていうことですね。はい、それでは2番です。A さんにおいて消費者契約法上 A さんの5人を理由とする売買契約の取り消しをする余地はない。はい、これツとなります。えー、取り消し売る。 不当な勧誘行為に、加齢等による判断力の低下の不当な理由があり、えー、この事例では取り消す余地はある。この、あの問題文ですね、すべてなんか余地とかですね、余地はあるとか余地はないとか、なかなかね、普段、あの、えー、言葉では使わないんで、ちょっと惑わされにくいんですけどね、気をつけてくださいね。はい、3番です。A さんにおいて商品が引き渡されるまでは代金の支払いを拒む余地はない。 はい、ツとなります。えー、民法に相手方がその債務の履行を提供するまでは、事故の債務の履行を拒むことができると規定されており、商品が引き渡されるまでは代金の支払いを拒む余地はあるんですね。ツです。はい、えー、4番です。A さんにおいて勇者の詐欺を理由とする売買契約の取り消しをする余地はないですが、はい、これもツとなります。 え、民法に詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができるとされています。え、よって詐欺を理由に取り消しをする余地はある。ですね。えー、5番です。A さんにおいて契約当時意思能力を有しなかったとして売買契約の無効を主張する余地はない。はい、これも罰ですね。 え、認知症などにより意思能力、判断能力を有しない状態になった人がした契約などは無効であることは判例で認められています。え、よって無効を主張する余地はあるということですね。罰となります。えー、それでは問題79です。行政処分に対する不服申し立てに関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。え、1番から。 処分庁に上級行政庁がない場合は処分庁に対する異議申し立てをすることができる。2番、審査請求をすることのできる期間は原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して10日以内である。3番、審査請求に係る処分に関与した者は審査請求の審理手続きを主催する審理員になることができない。 4番、行政事件訴訟法によれば、特別の定めがある時を除き、審査請求に対する採決を経た後でなければ、処分の取り消しを提起することができない。5番、再調査の請求は、処分庁以外の行政庁が、審査請求よりも厳格な手続きによって、処分を見直す手続きである。えー、正しいものを一つ、どうでしょう。はい、正解は3となります。 はい。それでは一つ一つ解説いきたいと思います。一番から。えー、処分庁に行政、えー、すいません。上級行政庁がない場合は、処分庁に対する異議申し立てをすることができるですが、はい、これツとなります。えー、2014年、平成26年の行政不服審査法の改正により、えー、異議申し立てをなくし、審査請求に一元化されているんですね。これポイントです。えー、一元化されてます。 よって、異議申し立てをすることはできないんですね。今現在、もうそういう法律に変わってます。罰です、えー。2番、審査請求をすることのできる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して10日以内である。はい、これも罰となります、えー。審査請求をすることができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内なんですね。これも覚えておいてくださいね。 はい、ツです、えー。3番、審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続きを主催する審理員になることができない。はい、これ、丸となります、えー。審理員は審査対象となっている処分に関与していない者が指名されるということですのでね。はい、この選択肢、丸です、えー。4番、 え、行政事件訴訟法によれば、特別の定めがある時を除き、審査請求に対する採決を経た後でなければ、処分の取り消しを提起することができないですが、はい、これツとなります。えー、処分の取り消しの訴えは、審査請求ができる場合においても、提起することを禁止してはいないんですね。えー、これが審査請求できるんですね。はい、だから罰となります。えー、5番。 再調査の請求は処分庁以外の行政庁が審査請求よりも厳格な手続きによって処分を見直す手続きであるですが、はい、これもツとなります、えー。再調査の請求はその処分に不服がある者が処分庁に対してその処分の取り消しや変更を求める手続きのことです。のでね、えー、これスとなります。 えー、別の行政庁ではなくて、えー、処分庁に対して、えー、やるのが再調査ですね。覚えておいてください。はい、問題の80です。成、えー、年後見制度に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい、えー。1番、子が自分を成年後見人候補者として、親に対する後見開始の審判を申し立てた後、 え、家庭裁判所から第三者を青年後継人とする意向が示された場合、審判前であれば家庭裁判所の許可がなくてもその子は申し立てを取り下げることができる。2番、財政、あ財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害を受ける恐れのある高齢者について、被害を防止するため、 市町村長はその高齢者のために貢献開始の審判の請求をすることができる。3番。青年非貢献人である責任無能力者が他人に損害を加えた場合、そのものの青年貢献人は法廷の監督義務者に準ずるような場合であっても、被害者に対する損害賠償請求を負わない。えー、選択肢の4番。 えー、判断能力が低下した状況で自己所有の土地を安価で売却してしまった高齢者のため、その後に貢献開始の審判を申し立てて青年貢献人が選任された場合、行為能力の制限を理由に、その青年貢献人は、この土地の売買契約を取り消すことができる。5番、浪費者が有する財産を保全するため、補佐開始の審判を経て補佐人を付する。 ことががででできるですす、えー、適切なものを1つですどうでしょうはい、正解ははとなります、はいそれでは一つ一つ解説いきたいと思います。えー、1番から、えー。子が自分を成年後見人候補者として親に対する貢献開始の審判を申し立てた後家庭裁判所から第三者を、えー、成年後見人とする意向が示された場合審判 審判前であれば、家庭裁判所の許可がなくても、その子は申し立てを取り下げることができるんですが、はい、これ罰となります、えー。公権開始を申し立てた場合には、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることはできないんですね。はい、これも覚えておいてください。えー、2番です。 財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害を受ける恐れのある高齢者について、被害を防止するため、市町村長はその高齢者のために、貢献開始の審判の請求をすることができるですが、はい、これ、丸となります、えー。親族等の他の申し立て権者の有無に関わらず、 市町村行政として、青年貢献制度の利用が必要と判断した場合には、責任を持って申し立てすることができるんですね。はい、これも、あの、結構重要です。覚えておいてくださいね。はい、3番です。えー、青年非貢献人である責任無能力者が他人に損害を加えた場合、そのものの青年貢献人は法廷の監督義務者に準ずるような場合であっても、 被害者に対する金、えー、損害賠償責任を負わないですが、はい、これ、ツなんですね。えー、成年後見人は負う必要はないが、成年非後見人を監督する立場である成年後見人が、成年非後見人に代わって、えー、損害を賠償する責任を負うことになるんですね、えー。この辺ですね、ちょっと微妙なんですけれども、責任を負うことになるんですね。これ覚えておいてください。 4番です。判断能力が低下した状況で自己所有の土地を安価で売却してしまった高齢者のため、その後に貢献開始の審判を申し立てて青年貢献人が選任された場合、行為能力の制限を理由に、その青年貢献人はこの土地の売買契約を取り消すことができるですが、はい、これツとなりますえ。貢献開始の審判前に、 青年被貢献人が行った財産処分については、青年貢献人の取消権が及ばないんですね。まあ、審判前に、まあえー、してしまったあ、そういった行為、財産処分の行為は、えー、青年貢献人の取消権は及ばないということになります。覚えておいてください。えー、5番です。浪費者が有する財産を保全するため、補佐開始の審判を経て、補佐人を付することができるですが、はい、これ罰ですね。 えー、補佐の対象者は、精神上の障害により、自理を弁識する能力が、著しく不十分な人が対象であり、えー、浪費者というだけの理由で、そのものの財産保全のために、補佐開始の審判の申し立てはできないんですね。はい、この辺もですね、覚えておいてくださいね。はい、えー、問題の81です。えー、青年貢献制度の利用促進に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。 1>, 1番から、青年貢献制度利用促進基本計画の対象期間は概ね10年程度とされている。2番、市町村は青年貢献制度利用促進基本計画を勘案して、青年貢献制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めなければならない。<laughs> 3番、青年貢献制度利用促進基本計画においては、利用のしやすさよりも、不正防止の徹底が優先課題とされている。4番、政府は、青年貢献制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、青年貢献制度利用促進会議を設けることとされている。5番、青年貢献制度利用促進法でいう、青年貢献等実施機関とは、 介護、医療、または金融にかかる事業、その他の青年貢献制度の利用に関連する事業を行うものを言うですが、はい、正しいもの一つ、どれでしょうはい、正解は4となります。はい、それでは一つ一つ解説いきたいと思います。えー、1番から。えー、成年貢献制度利用促進基本計画の対象期間はい、これ、罰となります。 えー、このですね、えー、対象期間、えー、青年貢献制度利用促進基本計画の対象期間は、概ね5年間を念頭とされているんでね、バスです。えー、2番です。市町村は青年貢献制度利用促進基本計画を勘案して、青年貢献制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めなければならないですが、はい、これもバツです、えー。基本的な計画を定めるよう努める とされており、えー、努力義務なんですね。えー、はい、定めなければならないではないんですね。努力義務となってますので、この選択肢、×です。えー、3番。青年貢献制度利用促進基本計画においては利用のしやすさよりも、不正防止の徹底が優先課題とされている。ですが、はい、これも×ですね。えー、利用のしやすさよりも、 いや利用のしやすさも不正防止の徹底も同じレベルで重視されており、どちらかが優先されるというものではないんですね。はい、これも罰となります、えー。4番。政府は青年貢献制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、青年貢献制度利用促進会議を設けることとされている。はい、これ丸となります。まあ、あの選択肢の通りですね。 はい、これは丸となります。えー、5番、青年貢献制度利用促進法でいう、青年貢献等実施機関とは、えー、介護、医療、または金融に係る事業、その他の青年貢献制度の利用に関連する事業を行うものを言うですが、はい、これ、ツとなります。青、えー、年貢献等実施機関とは、 え、自ら青年貢献人等となり、または青年貢献人等、もしくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体のことを言うんですね。はい。だからこれは罰です。結構この問題81難しいですよね。えー、まあ、4番、まあ,あの、知っていればわかるんですが、なかなかちょっとですね、えー、利用促進会議、いい ってんぞやっていうところの人も多いかと思うんでね。えー、結構81は難しいと思います。はい。えー、では,は、問題の82です。事例を読んで、日常生活自立支援事業による支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい、えー。事例読んでいきます。 B さん80代認知症は介護サービスを受けながら在宅生活を送っていたが、金銭管理が不自由になったことを心配した C 介護支援専門員からの相談により、3年ほど前から日常生活自立支援事業を利用している。ところが2ヶ月前から B さんの判断能力が急速に低下し始め、支援計画の変更が必要となったという事例です。はい、それでは問題の選択肢を読んでいきます。 1>, 1番、B さんは認知症であるため、B さんに代わって C 介護支援専門員が日常生活自立支援事業における支援計画の変更を行った。2番、日常生活自立支援事業における支援計画の変更にあたっては、B さんの親族による承諾が必要である。3番、 判断能力の低下により、本事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には、青年貢献制度の支援等適切な対応を行う必要がある。4番、B さんの在宅生活が危ぶまれるため、日常生活自立支援事業による支援の一環として、B さんの居住する住宅の処分を行うこととした。5番、 B さんの判断能力の急速な低下に対応するため、日常生活自立支援事業の今後の利用について、運営適正化委員会に諮った。はい、最も適切なものは何でしょう。はい、正解は3となります。はい、それでは一つ一つ解説いきたいと思います。1番から。B さんは認知症であるため、B さんに代わって C、介護支援専門員が日常生活自立支援事業における支援計画の変更を行ったですが、これツですよね。えー、C、介護支援専門員は、この契約当事者ではないため、B さんに代わって計画を変更することはできないんですね。はい、えー、それでは2番です。日常生活自立支援事業における支援計画の変更にあたっては、B さんの親族による承諾が必要である。 はい、これ、ツです。な、丸っぽいですが、これはツなんですね。えー、実施主体と本人との間の契約であり、親族の承諾を必要とはしないんですね。覚えておいてください。えー、3番です。判断能力の低下により、本事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には、 成年貢献制度の支援など、まあ、支援等適切な対応を行う必要がある。はい、これは丸となります。まあ、その通りですね。はい、これは丸となります。4番、B さんの在宅生活が危ぶまれるため、日常生活自立支援事業による支援の一環として B さんの居住する在宅の処分を行うこととした。はい、これは罰ですよね。 えー、日常生活自立支援事業は居住用不動産の処分は想定はしていません。まあ当然ですね。罰です、えー。5番。B さんの判断能力の急速な低下に対応するため、日常生活自立支援事業の今後の利用について運営的正化委員会に諮った。ですが、はい、これ罰となります。えー、運営的正化委員会は、福祉サービスに関する適切な運営確保と苦情解決に当たる期間、 なので、えー、まあ、全く関係はないですよね。えー、運営的作業委員会に諮ることでは全くありませんということで、罰となります。はい、えー、問題の83です。虐待や配偶者暴力等の防止対応等に関する関係機関の役割として、正しいものを一つ選びなさい。えー、1番です。 えー、児童虐待防止法において母子健康包括支援センター,、えー、子育て世代包括支援センターの長は職員に臨検及び捜索をさせることができる。えー、2番、障害者虐待防止法において機関相談支援センターの長は、養護者による障害者虐待により、障害者の生命または身体に重大な危険が生じている恐れがあると認めるときは、 職員に立ち入り調査をさせることができる。3番、DV 防止法において、警視総監もしくは、道府県警察本部長は、保護命令を発することができる。えー、選択肢の4番、えー、高齢者虐待防止法において、市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について、老人福祉法の規定による措置を取るために、必要な拠出を確保するための措置を講ずるものとする。 5番、高齢者虐待防止法において、市町村が施設内虐待の通報を受けたときは、市町村長は速やかに警察に強制捜査を要請しなければならない。えー、正しいものはどれでしょうかはい、正解は4となります。はい、それでは一つ一つ解説いきたいと思います。えー、1番から、えー、児童虐待防止法において、母子健康包括支援センター、子育て世代、包括支援センターの長は、 職員に臨検及び捜索をさせることができるですが、はい、これ罰となります。えー、都道府県知事が地方裁判所は、えー、家庭裁判所の裁判官が発行する許可状により、えー、職員に居所の臨検、児童の捜索をさせることができるということになりますのでね。えー、あの、母子健康包括支援センターの長ではなくて都道府県知事になりますのでね。はい、これは罰となります。 え2番です。障害者虐待防止法において、機関相談支援センターの庁は、え、擁護者による障害者虐待により、障害者の生命または身体に重大な危険が生じている恐れがあると認めるときは、職員に立ち入り調査をさせることができるですが、はい、これも罰となります。え、市町村長が職員に必要な立ち入り調査または質問をさせることができる。 ということなんですね。えー、機関相談支援センターの長がそういう権限を持っているわけではないんですね。あくまで市町村長がそういう権限を持っているということです。はい、3番です。えー、DV 防止法において、えー、警視総監もしくは道府県警察本部長は保護命令を発することができるんですが、はい、これツとなります。保護命令を発するのは警視総監や道府県警察本部長ではなく裁判所なんですね。 これ覚えておいてくださいね。えー、裁判所が、えー、保護命令を発することができるんです。えー、4番です。えー、高齢者虐待防止法において、市町村は、擁護者による、えー、高齢者虐待を受けた、えー、高齢者について、老人福祉法の規定による措置を取るために、必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。はい、これが丸となります。まあ、市町村の措置が明確化されているということですね。 えーまあ、この通りなんですね。えーはいえー、必要な拠出を確保するための措置を講ずるものがで、ものとするというのが市町村がやれることですね。覚えておいてくださいね。えー、5番の選択肢、えー。高齢者虐待防止法において市町村が施設内虐待の通報を受けたときは、市町村長は速やかに警察に強制捜査を要請しなければならない。ですが、はい、これツとなります。 えー、高齢者の安全の確認、高齢者虐待対応協力者との協議が規定はされています、えー。速やかに警察に強制捜査を要請するというのは法律にはない記述なんですね。えー、なんとなく丸っぽいんですが、まあ、あの、強制捜査を要請するっていうのは法律ないんですね。強制虐待防止法の中には。まあ、これもちょっと覚えておいてください。 はい、えー、今回ですね、えー、2020年の過去問の中の権利用語と青年貢献制度の単元の問題77から83の7問を取り上げております。えー、結構ですね、まあ、あの、難しい問題もあったり、えー、問題の出し方の文言がですね、ちょっとこう、余地があるとか余地がないとかですね、そういうのもありましたし、なかなかこう、難しい単元ではありますね。ただ、まあ、あのー、 えー、申し立て検事は、どこまでかとかっていうとこですね。えー、族とか結族とか、ああいう覚えれば、まあ、全く簡単な問題であったりとか、そういうのもありますのでね。えー、ここはですね、えー、2020年だけではなく、えー、多くの過去問に何度も何度も当たってください。えー、本当にですね、過去問を解くことは、社会福祉試験の、ま、影響の、まあ、本当に王道になりますのでね。 何度も何度も繰り返してですね、一問一答動画と一緒に過去問動画も見て聞いて覚えてください。はい、聞き流して結構ですのでね、何度も何度も見て聞いて頭に入れてください。はい、どんどんですね、過去問動画もまだまだ出していきますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。